吉田さん、猪木さんに関わらず全ての人が現役を退いて引退していきますよね。そして人生という大きな舞台をも引退していきます。まあ、どんなにね青春時代を熱いエネルギーで送った方も、年老いて病に倒れて、死にゆく姿っていうのは本当にね寂しいもんですよね。そこに集まる人がいるのかいないのか、最後にいい思い出に抱かれて眠るように亡くなっていくのか、それとも悔しい思いをしながら、なんで自分はこんな人生だったんだろうかとね、うなだれながら死んでいくのか、まあみんな死に向かうわけなんですけども、吉田さんが言われたね、今日は明日訪れないっていうのを確かにね私思うんですけども、明日は今日できないっていうことなんですよね。逆だ、今日という日は明日できないってことなんですよ。だから私ね、やり残したまま次の日が来てしまうと永遠にそれ取り戻せないんですよね。で40過ぎて私は確かにネットビジネスやりましたんで、吉谷さんの未来に私の最初の一歩ってのはあるわけなんですよ。そう考えると20代で始められた吉谷さんはラッキーでね、私は羨ましいなと思います。私はこの年になって48ですよ、もう始めたのは40過ぎてからです。パソコンを始めたんですよ。インターネットじゃないですよ、パソコンを始めたのは40過ぎてからなんですよ。だから言ってみれば、まあプロ野球の選手に40過ぎてなろうかなって思う人はなかなかいないと思いますし、プロボクサーに40過ぎてなろうかなって思う人はいないと思いますし、40過ぎてオリンピックの選手を目指す人はいないと思うんですよ。多分それと同じぐらいのレベルで、40過ぎてパソコンの世界、インターネットビジネスの世界、多くの人が挫折した、そういうふうな、まあ生き馬の目を抜くようなね、そんなビジネスの世界に入るっていうのはなかなか考えつかなかったんじゃないかなと思いますね。で私はまあ面白そうだったんでやったってところが結構多かったんですけども、まあ、やっててよかったなってのは当たり前のように思いますね。で今回の話をちょっと言葉にしてまとめようとすると、結局人っていうのは過去に支えられて生きているのか、過去に感謝しながらね、過去を恨みながらね、生きていくのかに分かれると思うんですよ。事の大小はあるにしてもね。例えば学校行ってた時代を未だに悔いてる40代って言いますよね。いや俺の行ってた学校最悪だったよとかね、俺が高校の時こんなミスを犯してちゃうね、いつの話やんって話ですよね。だからそういう自分の昔話に酔いしれてるのかどうか分かりませんけども、昔俺はこうだったから今でも恵まれないんだっていう風になっちゃうのか、それともいや本当に今ねいい人に囲まれていいビジネスさせてもらってます、本当ありがたいです、今まで出会ってきた方、そして別れてきた方、全てのおかげですっていう風に自分の人生の過去にねものすごく恩恵を受けてる方っていると思うんですよ。大抵の方は自分の人生が誰かの人生と取り替えてくれればいいのになとかね、もう一回人生をやり直せるならみたいに思っちゃうと思うんですけども、いかがですかね。私はね、まあ人生やり直せるんだったらまだ高みを目指そうとは思いますけども、でも結構もうね自分のこの一回きりしかない人生、前半も思い通りにやらせてもらって、思い通りにいかないことがあって、そして今後半になっていくときに、このスタートラインはいいなと思ってますね。人生後半に向かっていくときに、体をね鍛える時間が持てて、その意欲があって、周りを取り囲む家族がいて、守りたい人がいて、そして負けてはならない腹圧の精神があってですね、アントニオ猪木さんのあの病床から鋭い眼光でねカメラを見据える姿に、お猪木はまだ生きていると、まだ戦っているというふうに受け取ることができる私のこのね感性、いやよかったなと思います。あ結局猪木もこうなるのかよって感性、もうビタ一文ないですよそれはね。この人は最後まで戦ってるな、そしてこの年でね、私よりインターネットに不利な状況からここまでやり込んでるなと思いますね。敬意を表するばかりでございます。というところでね、最近はみんなの銀行っていうアプリケーションをおすすめしてます。でもやる方よりもやらない方の方が圧倒的に多いです。なぜダウンロードしたら1000円もらえるのに、この1000円をまたいでいく方がなんと多いことか。でもきっと私は思います、この小さなビジネスを侮る人に大きなチャンスはやってこないというふうにね。だから結局あの子のこの小さなステップを踏んだから今があるんだっていうところに来ると思うんですよ。今日小さな一歩を踏み出せない人に
大きなチャンスは扱えないと思います。逆で今日の小さな一歩を確実に捕まえるから、そして次の日も起きるだろう小さなチャンスにきちんと目を凝らして掴むから、将来大きな成果物になってるんだと思うんですよね。どんなに大きな成果物も小さなものの積み重ねでしかないってことを今までの人生振り返って、なんかね、積み重ねることがなかった人生だったんですけども、40から心機一転積み重ねておいてよかったなと思う48歳8年目の私でございますね。猪木頑張れ、その姿を私は永遠に忘れないと思います。猪木頑張れ。